無事に行けたかな。読める？ほら、どう？じ、じん、うん、ちょっと逆になっちゃうね、カメラ。まこと、うん、ほくと、たかひで。これ誰？たかひでくん。え、この子たかひでくん？今日どこ行くんですか？ライブに行きます。でもちょっと不安なんだよね。潰されそう。潰されそう。うん、なんかね、立ってみるやつだからちょっと不安なんだよね。でもどうしても行きたかったからね。行ってみようかな。行ってみる？行ってみる人。頑張ってみようか。もう歩いて。萌ちゃんが安全なように頑張りますね。ね。ね、歩いて。うん、は、ね、これ反対だよ。鏡だから。はい、ママの服が完成しました。これでいい？本当になんかママジーパンっていうか、なんかデニムっぽい方がいい気がするんだけど、気に入っちゃった。試しに行ったらこれにしちゃいました。はい、これがいい。でも可愛いかもね。あんまいないし、この。ジーコと、マコと、タカヒで、うん。気に入ったの？うん。よかったね。ハイリ君と、マコト君と、ホット君と、ジー君。もじゃのね、あれ、顔の T シャツ大きいからね。はい。書きました。急いで。リク君バッグ、持って行ってきます。はーい。すごい。じゃあね、バイバイ。もう本当に突然行ったので、写真とかもまともに撮れてなくて、これぐらいしか、特に岩のがね、あんまり岩急いで行ったのでなくて申し訳ないんですけども、こんな感じで、もう私の顔もやばい。無事にライブが終わりました。その後の様子は後で話すので最後まで見てください。見ちゃった。大丈夫、後でライブの話するんだよね。もーちゃんのお話してね。あ、もーちゃんは帰ってきました。おやすみです。おやすみ。今日どうでしたか？楽しかったです。楽しかった。うん、みんなかっこよかった。おじゃん、でも行ってみてよかったね。うん、うん、おやすみ。おやすみ。大丈夫。まちゃん、いいノリしてたね。かけあげて、かけてみてね。よいしょ、よいしょ。バイバイ。よいしょ。浴衣姿なんですけど、今日ランページさんのファンタさんとバリボさんでるジェネレーションズさんのライブに行ってきました。昨日帰ってきたばっかりなんですけど、うん、でもどうだったの？楽しかったです。楽しかったね。あのすごい誰かが近くに来てくれて、うん、であと優しかったんだよね、みんながね。そう、その感謝を伝えたいために今回この動画を作りました。緊急で、はい、なんか昨日お姉さんが、うん、なんか抱っこしてくれたね。言ってた。なんか結局私と私の母と岩と桃で行ったんですけど、あの始まった時に岩と桃ちょっと前の方、私よりちょっと前に見てたんですよ。でそしたらもうどんどん流れでバーって、ね、なんかちょっと離れちゃって、はい、ですごい探してたんですけど見つからず、それでどうしてるかなと思ってたら、なんと岩友もね、あのその間あのお姉さんたちに抱っこしてもらったり、周りのね方が優しかったんだよね。でどんどんなんか前行っていいよみたいな感じで言ってくれたらしくて、すごいあのお姉さんたちのおかげで楽しませてもらったそうなんです。だからそのまずね、抱っこしてくれた方何人かいたみたいなんで、その方あ3人で、うん、最後に1人ね。そうだから、いろんな方でしょ。だからありがとうございました、本当にそうやってしてくれて。ありがとうございました。でちょっとその後ね、ちょっと事件ありまして、あのちょっと他のあの係の方にもお世話になってしまって、すみません、ありがとうございました。ちょっとその辺はまあこあんまり詳しくは言わないですけど、ちょっとお世話になってしまいました。とっても子供たちありがとうございました、はい、でね、なんかまあ感じたのは、あの最初の初日とかに結構怪我をした方がいたりとか、なんか不安だったんですよね。まあ、その方はすごい心配なんですけど、
こんなちっちゃい子が行ったらねどうなのかなっていうので心配だったんですけど、大丈夫でした。ね、カズマくんがさ気をつけてくださいってみんなが楽しめることが幸せですって言ってて、それをねアーティストさんが言うのってすごい勇気いることだと思うんだけど、言ってねくれていて、なんかどうなんだろうって心配だったんですけど、すごいみんな優しいなって思いました、はい、なんかこんな子供たちにすごく親切にしてくれる方もいっぱいいて、やっぱそういうのってねまたさらにアーティストさんを好きになる素晴らしい思い出としてね、私はすごい良かったと、言って良かったと思いました。突然もう諦めてたんで1回は行くのをね、うん、だけどちょっとどうしても行きたいねって言って行ってみて、で嫌な思いしないでね帰ってこれたので無事にね楽しめてよかったよね。でも電車で寝たのでだからちょっと元気になったんですけど、うん、最後にちょっとまた寝ちゃった、うん、疲れたもんね。でも楽しかったよね。お父さん歩いてたからさ、うん、そっか。あと、うん、あと何か浴衣姿なのは、うん、今日は保育園の、うん、ね、お祭り、お祭りがあるので、うん、なので、ね、この浴衣を着てます、うん。じゃあ今から今度ももちゃんは38人の中で誰が好きかをやってみたいと思います。 いっぱい好きだよね。ボーカル並ぶとか、ボーカル並ぶとかで、ここがリーダー、リーダー、うんうん、お、よくしてんな。いつの間に覚えたの。すごい。あの今日はゆわがいないのは、うん、ゆわが昨日どうしてもママんち泊まりたいって言ってママんちに伝えました。ママはあの昨日行きたかったんですけどやめました。結局今日ね、お祭りがあるからね、ママちゃんはね、はい、保育園ね。ママにもこれをあげました。ん、1個だけね。お二人とも2個もらったんです。ママちゃん、ヒロさんがいるよ。ヒロさんのおかげでこんなさ楽しいさライブとかね。こんなのあったの。もっと、あ、これそう1枚じゃないからね。後ろにもいっぱいいるよ。うん、わ、うわ、すごいの。すごいんだ。ランプ1、ランプ1。あったら。もちゃんが最近言うとこ、言うこと面白いんだよね。ボーカルが並んでるよとかさ。ボーカル、うん、見てる。JD ファンがすごいねとかさ。え、これっていっぱいいるとかさ。え、ボーカルの人？さあ、あ、みんなそうだ。ただあのなんていうのかな、気さくに話しかけてくれた人がいて。その人のこと帰ってから、あの人ってさ誰なの、知り合いなのって言ってたね、うん、全然知らないけど優しいんだよ。なんでカズマくん上じゃないの。あ、本当だね。みなさんってボーカルなの。違う。しかもボーカルとか知ってるとこがすごい、うん、とにかくありがとうございました。無事にね帰ってくれましたので、もうじゃあもっとさいつかゆっくりとすごくさあの見やすいとこで見てみたいね、ライブ ね、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添いますように、みももチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。